昨日の後半のセッションですね、次世代シーケンサーの活用法ということで、新型のそういうシーケンサーを使っていろいろ発言解析をしたりとか、もろもろやるよという割とその先の話をしたんですけれども、今回のこのセッションに関しては、今まさにオンゴーイングというか、かなり皆さんよくやられている、マイクロアレイのデータなどを使って、それらの情報を使い倒して自分の研究に役立てるというような内容で進めていきたいと思います。それで遺伝子発現データベースっていうものに関して、いろんな基地のですねデータベースですとかウェブツールっていうのが、数多くですね公開されてるんですけれども、統合 TV でもですね、この辺のところには力を入れて取り組んでいまして、統合 TV の発言情報タグというところをクリックしたりですとか、統合 TV のキュレーテッドに関しては発言制御解析というカテゴリーが設けてありますので、そこにこうまとめて置いてありますので、自分のもしですね今回紹介しないようなものに関してもいくつかありますので、ご自分の興味近い部分ありましたらこちらから参照してください。で今回ですねまず紹介するのはですね、まずこの遺伝子発現プロファイルの、データベースのビューアーですねのである、バイオ GPS というものについてまず最初に紹介をしたいと思います。で、バイオ GPS なんですけれども、ここに書いてある通りで、ヒト、マウス、ラットの様々な組織であるとか細胞株ですね、がん細胞の株なんかもありますけれども、それらにおける遺伝子発現のプロファイルのデータベースのこれビューアーになっています。で、早速なんでですねこちら、ここかここですね、バイオ GPS というリンクになっている部分がありますので、こちらをですねまた開いていただいて、今回のこの講習の場合、この2つインターネットエクスプローラー開いておくとですね、こちらの講習のページにこう順序が書かれています。なのでもう一つの方に、例えば今回これからやるですねバイオ GPS を開いておくと、こういちいちタブで移動しないでいけるのでいいんじゃないかと思います。こういう感じでこっちにバイオ GPS を出して、こちらに講習のページみたいな形にしていただくと、こうカチカチと変えられるので進めやすいと思います。それでですね、この特徴なんですけれども、4点ぐらいありまして、このバイオ GPS というのはマイクロアレイを作っている会社であるアフィメトリクス社のマイクロアレイであるジーンチップを用いて遺伝子発現を調べたもののデータベースになっています。で以前はですね GNF シムアトラスなんていうふうに言ったんですけれども、それが、2年ぐらい前にですね新しくなりまして、こういう今は名前がバイオ GPS というふうになっています。で、これ遺伝子発現が見れるだけじゃなくて、そのある遺伝子に関していろんなこうなんていうんですかね派生情報というか、例えば試薬の情報だったり文献の情報だったりっていうのを調べられるようになっています。遺伝子のポータルサイトみたいな形ですね。こんなふうに Bio GPS The Gene Portal Hub っていうふうに書いてある、まさにこういうような働きというか情報の提示の仕方をしています。であとエキソンアレイですとか、今言ったのはこれですね、検索した遺伝子に対して種々の外部のデータベースに横断検索することができるということなので、これどういうその場面でよく使うかというとですね、例えば論文などを読んでいて、自分の興味のある遺伝子ならいいんですけれども、あんまりこう聞きなじみのない遺伝子ですとかが出てきた時に、例えばその辺そういう遺伝子がですねどの組織で発現が高いのかとかっていう、その機能を類推するときにこういう発現情報を使うというのはかなり有効な手段の一つだと思うんですけれども、そういった用途によく使われています。では早速ですね、実習という形で、進めていきたいと思いますので、皆さんの方でも
私の方でもこちら動かしますけれども、皆さんのデスクトップ上でも同じような形で動かしていただければと思います。で、ですね、まず、この手順通り分かる方はですね、もうどんどん先に行って構いません。で、僕はちょっとゆっくりやりますので、分からない方は前見てですね、一緒についてきてください。で、まずじゃあ今回ですね、調べるのは、例としてですね、骨格筋のですね、文化を決定する遺伝子として有名な、マイオジェニックディファレンシエーション1、マイオ D とかっていうんですけれども、こういった遺伝子が例えば、論文出てきたとします。その場合にじゃあこのマイオ D っていうのはどういうところで発現している遺伝子なのかとか、あとこのマイオ D について知りたいというモチベーションがあったと仮定して進めていきたいと思います。でそういう場合はですね、早速ですね、この中央の窓にですね、その調べたい遺伝子の、今回マイオ D ですけれども、全部マイオジェニックディファレンシエーション1って言ってもいいです。それはちょっと細かくですね、実はあるんですけれども、遺伝子のシンボルかもしくはアクセッション番号っていうふうに書かれているので、正確にはシンボルだったりアクセッションだったりする必要があるんですけれども、いいです、とりあえず気にしないで言ってみましょう。で、マイオ D を入れたら、このサーチバーのところを押します。でそうするとですね、あなたがこう今質問したものはこれですかという形で、返ってきてますけれども、マイオ D ってやった場合ですね、今回 2つ出てまして、正解は多分この上の方ですね、マイオジェニックディファレンシエーション1。遺伝子によってはそのシノニムと言われるような別名だったりがですね、ついている場合があって、例えば MYOD と言っても違うそのものが当たってこういうふうに返ってくる場合があるんですけれども、今回はこっちですね、マイオジェニックディファレンシエーション1です。で、こちらの上の方をクリックします。今ですね、3番をやりました。で次4番。で最初は人のマイクロアレのデータが表示されますというふうに書いてあるんですけれども、それはどこで分かるかというと、ここですね、スピーシーズ HS と書かれています。これはホモサピエンスの略なので、最初は一応デフォルトでは、このように人のマイクロアレのデータが出るようになっていて、で例えば動物種をこう切り替えたいなんていう場合はですね、ここのボタンをですね押しますと、ヒューマン、マウス、ラットで、最近ですね、この辺がゼブラフィッシュが一応入ってるんですけれども、まだそんなに充実してないので、基本的にはこの3つですね。それで今は5番です。マイクロアレデータ左上の。で、ごめんなさい、これちょっとですね、変わってしまってるので、こういう表示ではないんですけれども、この画面の右上に、こういうようなスピーシーズを選択するところができてますので、それでですね、実は、このですね、人のマイクロアレに関しても何種類かですね、こういう、U133A っていうマイクロアレイでやったやつと、あ と,、このジーンアトラスっていう方はその体の組織などのデータですね、こう見ていただけるとですね、分かるんですけど、キドニーですとか、なんかいろいろボーンマルムですとか、こう、体のいろんな組織から取ったサンプルで全部データの実験をしたものというやつと、あと NC、こっちの方はですね、細胞核ですね、この辺にヒーラーとかあるんですけど、とか、あとはこっちをやると、こっちはがんの細胞、がん細胞核ですねのデータがあったりします。で、実はそのこの人のデータは一応あるんですけれども、ちょっとあんまり新しくないというか古いデータになるので、あんまりですね、この数が、遺伝子の数が少なかったりすることがあります。それで、実はこの新しく、バイオ GPS になった時にですね、追加されたのが実はマウスのデータでして、マウスをやるとですね、
割と最近のたくさんの遺伝子が載っているマイクロアレイで取られたデータが閲覧することができるので、まあ、医学部だと基本的には人が多いのかもしれないんですけれども、まあ、人ないしマウスで、まあ、マウスの方が情報が多いですよというのは一応ちょっと覚えておいてください。現状今そうなってます。それでですね、まあ、一応今マウスに切り替えて見ていますけれども、でそうするとこういう形でですね、遺伝子の発現が、横軸がこうなってますけれども、右側に行けば行くほど発現が高いもので、左に行けば行くほど、発現量が低いようになっています。でそれでですね、これ見てみるとですね、まあ、いろんなこう体の組織がバーッとあるんですけれども、あるんですけれども、まあ、どれも高くないんですよね。今これを見ていただくとすごく低いと。でこれちょっと、まあ、おかしいというか、まあ、MyOD を知らない場合はちょっとおかしいなとは思わないかもしれないんですけど、まあ、筋肉系なんで多分筋肉系が高いはずなんですよね。っていうことがあって、実はですねもう一つ選べるところがあって、こちらにですね、このマイクロアレイのこれはプローブの番号ですけれども、こう2つ、ものによってはですね2つあったり3つあったりするわけです。まあ1つの場合もあるんですけれども、で今回はこれ2つあって、でこっちの方にじゃあ切り替え、下の方の 14184201080 の方に切り替えてみてください。そうするとですねこんな風に画面が切り替わります。そうするとですねちょっと変化があったのがですね、まあ見た目ちょっと変わったのとですね、この横軸のこのメモリがですねだいぶ変わったのもお気づきでしょうか。さっきの前のやつだとですね、マックスがこう10とかなんですけど、こっちを切り替えるとですね1000とかになるわけです。ということで、まあ、これどういうことかというと、ネガコンみたいなものもですね、実はマイクロアレイの上に乗っててプローブとして乗ってるので、その遺伝子によってはこういうネガコンも出てくる可能性があると。なので例えばまあこれを見て、あマイオディっていうのはどこにも発現してないんだみたいなことになっちゃうとちょっとおかしなことになるので、まあ、この辺があるかどうか確認をしてみてください。でおそらくこっちの方が、ちゃんとポジティブな方のプローブ、きちんと検出できるプローブの方だなということが大体わかるわけです。で、もしその全然今回はまあマイオディというですね筋肉に発現することがすでに分かっているのでいいんですけど、もし不安な方はこのプローブ番号でですね Google 検索をすると、そのプローブが何を目的としたプローブなのかっていうのが出てきますので、もし全然自分は知ってるはずなのに違うデータが出てるっていう場合があった時にはですね、このプローブの番号で Google 検索をしますと、答えが分かるかもしれません。でじゃあですね、このマイオディの方で話を進めていきますと、ここを見ていくとですね、もうさっきからちょっと答えを言っちゃってるんですけれども、バーっていくとですね、バーが多少高いのがあります。でこれを見てみるとスケルタルマッスルということで、骨格筋ですね、骨格筋に分化するのを決定する遺伝子ですので、まあ、当然この骨格筋でかなり特異的に高いということがここから分かります。であと下の方をバーッと見ていくとですね、さっきの骨格筋よりも高く出てるものがあるんですけれども、それは何かというと、ここに、ちょっと小さいんですけれども C2C12 というふうに書かれています。これ骨格筋というか筋肉系の研究されている方はちょっと聞いたことあるかもしれないんですけれども、筋肉の、分野で研究される筋が細胞間ですね、必ず筋肉になると、筋肉になることがもう運命決定されている細胞です。ですでにこのマイオディというのがその普通に増殖期から出ているということが知られている細胞ですので、まあ、どっちも筋肉よりも例えばそういう意味ではノイズが少ないというか、ほとんどの細胞がマイオディを出していますので、かなりこういう高い発現プロファイルになっているということになっており、まあ、その実際の
まあ、筋肉で分化決定に関与している遺伝子ということを、まあ、裏付ける結果がこういうふうに出ているわけです。で、今ですね、6番ですね、マイオディはどの組織細胞で強く発現しているでしょうかということで、このマウスのアレイの場合はですね、上の方はですね、割とこう組織が多いんですね、組織が多いんですけれども、下の方に行くと、血球系の細胞ですとか ES 細胞ですとか、あと B 細胞ですね、マスト細胞とかマクロファージですとかオステオプラスト、でこっちの方に行くとよく用いられるマウスの細胞核のデータですとかっていうのがいろいろ混ざっています。であとですね、これは基本的なビューなんですけれども、それ以外に、今ここはですねデフォルトのビューを見ています。でデフォルトのビューバーっと下に、ごめんなさい、右側にですよね、このマイオディに関する情報ですね、まあ、シンボル、正式な名称はマイオジェニックディファレンシエーション1で、オフィシャルなシンボルとしては MIOD1 と言いますよと。あとアクセッション、有名なこういうデータベースに関するそれぞれのアクセッション番号が書いてあったりとか、あとエイリアシーズって書いてあるのが別名ですね。分野によってはこんな呼ばれ方もしてますよっていうのがこう下に出ています。あとゲノム上の位置ですとか、あとファンクションはジーンオントロジーがここに書かれています。あとはですね、このウィキペディアの英語のエントリーですね、かなりウィキペディアの日本語版ではなくて英語版の方は、ある遺伝子の名前でこう検索したりするとかなりですね詳しく書かれていることが多いです。でこのマイオディに関してもですね、こういう立体構造が出てたり、こういうディスクリプションがかなりこう詳細にですね書かれていたりですね、して、かなり結構有用です。日本語ではちょっとダメなんですけれども、遺伝子によってはいいかもしれないですけど、あんまりここまで充実してなかったりします。でファンクションが書かれてたりとか、インタラクション、これはかなりマイオディは充実してる方なんですけれども、まあ、こんな風にリファレンスもちゃんと書いてあったりしますので、下手なところを調べに行くよりこっちの方がいいんじゃないかっていう場合もあったりします。というふうにデフォルトのビューではですね、こういう遺伝子発現の、情報と、その遺伝子の情報と、あとその遺伝子のウィキペディアの英語のエントリーが出てくるというふうになっています。でそれ以外にですね、例えばここの上の方にですね、デフォルトレイアウトというところがありますので、こちらを切り替えていただくといろんなレイアウトを切り替えることができる。で先ほどいろんな発現データだけではなくて、いろんなところに横断検索ができるという話をしたと思うんですけれども、それがこれに当たります。で例えばじゃあ、これを適当にですね、皆さん変えていただいて、どういうものが出てくるか、そんなにこれ難しいものが書かれてるわけじゃないので、皆さん大体類推できると思うんですけれども、この辺を切り替えていくとですね、ウィキペディアをすると、ウィキペディアだけになりますとか、あとはですね、リージェン2なんていうのはだいたい想像がつくんですけれども、試薬会社なんですね。このさまざまな試薬会社 の発注の画面が出てきましてですね、マイオディで各試薬会社のホームページで検索したときと同じ結果がこちらに返ってくるようになっていて、例えばインビトロジェンですとかオープンバイオシステムスっていう名前になった、あとシグマですとか API ですとかっていうのも SIRNA とかですよね。こういうような形がいちいちこう各サイトに飛んでって検索するのもちょっとめんどくさいので、ここでこう検索したりすると試薬を探すにはすごく便利です。まあ、こういう感じですね。あとはですね、パスウェイはいろんな有名なパスウェイがありますけれども、そこにこの MIOD1 を検索しに行った時のデータですね。あとネイチャーデータベースですとかマウス、結構変わりましたね。
とこの辺はですね、あの文献情報ですね。昨日なんかもちょっといくつか言及しましたけれども、例えばパブメドだったり Google スカラーだったり、ここにこういうふうにクエリが入っているのが分かると思うんですけれども、まあ、まさに横断検索ですね。こっちはあのパブメドのセントラルじゃないのか、フルテキストサーチのデータベースの結果ですとか、まあ、基本的には全部この自分が調べた遺伝子についてあの検索した画面がそれぞれいろんなこういう目的に特化したデータベースがありますけれども、そこにこう検索をかけに行ってくれるというのがあのここの仕組みになっています。あのこの辺にこういう線がバーバーバーと入ってるんですけれども、これもちょっと意味があってですね、ちょっとここかぶっちゃって消えちゃってるんですけれども、あの中央値とかがここに実は書かれてます。ここにメジアンって出てるんですけれども、ここがあの全部の今回これだけの数があのサンプルとして載ってますけれども、それの発現の中央値がここのバーに当たるところなんですね。でなんで僕がこれがあのネガティブなプローブだと多分判断したのかというと、まあ、全部あのこのメジアンから大きく超えるようなものが一つもないので、おそらくあのどれにでも非特異的にくっつくようなプローブなんだということがここから大体判断できるわけです。で一方のこっちの特異的な方を見てみると、もうかなり、発現している臓器自体が少ないと、もうスケルタルマッスルと、まあ、わずかにオステオブラストとあとシーツ、シットエルブだけです。なのでメディアンはもうこの本当になんていうんですかね、ゼロに近い部分になります。で確かこれが、何倍かで、何倍っていうふうにあのメディアンの何倍かっていうところがここに表記されてるんですけれども、10、30、100だったような気がするんですけど、まあ、こういう形であの、まあ、普通の発言のメジアンからだいたい何倍ぐらい多く発現、まあ普通の平均中央値ですね、中央値からどのぐらいこう発現量が多いかっていうことで、発現量をだいたい判断することができます。あと、サーチに関してなんですけれども、さっきちょっと言ったようにですね、シンボルもしくはアクセッション番号が分かっている場合はこの上の方のこっちでそのまま検索していただいて構わないんですけれども、もしシンボルが分からないとか、まあ、アクセッションに関しては多分覚えている人の方が少ないと思うんですけれども、まあ、そういう場合、ただ何かキーワードに関しては分かるよという場合はこの下の方にですね、あのキーワードというところがありますので、こちらにチェックを変えてみて、もし出ない場合に関しては、もう一度これで検索をしてみると、もう少しこっちの方があの緩く検索ができるので、それであの試してみてください。ちょっとみんなでやってるんで、レスポンスがもしかしたら悪くなってるかもしれないです。ちょっとこっちは返ってこないですけど、
大体調べられましたでしょうか。大丈夫ですか。こういう形でですね、一応簡単に、マイクロアレイのデータですね、いろんな組織の発現プロファイルっていうのを、まあ、簡単に調べられることができますので、この辺ぜひ覚えていただければと思います。使い方の参考動画に関しては東方テレビでこちら紹介してますので、こちらも合わせて参考にしてください。それではですね、じゃあ次に、今回は割とさっくりですね、遺伝子の発現プロファイル、組織とか細胞の、遺伝子発現プロファイルをこう簡単に調べる方法という形だったんですけども、次の、段階としてはもう少し突っ込んで、自分でそのマイクロアレイのデータの解析をウェブ上で、ウェブのインターフェースで少しやりたいという場合のモチベーションがあるという方向きの、内容で進めています。それでですね、NCBI にですね、こういうマイクロアレイのデータベースをこう保存している、世界最大のものがありまして、それを NCBI ジーンエクスプレッションオムニバスっていうふうに言います。昨日もちょっと出てきたかもしれないんですけれども、まあ、GEO とか、まあ、GEO とかって言ったりするんですけども、こういうものがあります。で、この GEO、GEO を使ってですね、いろんなことができます。でですね、じゃあまず実習の2番からやりましょうか。で、まずですね、これ実習早速2番に入っていくんですけれども、自分の興味ある遺伝子の発現状況を調べるということで、さっきのこのバイオ GPS に似てる部分があるんですけれども、この GEO を使うことのメリットとしてはですね、世界各国 の研究者が自分で実験したデータをですね、生データからこうこのデータベースに全てアップロードしています。で、今論文出すときには結構なほとんどの雑誌でそのマイクロアレイの実験をした場合はこういう公共データベースにちゃんと入れてアクセッションを取りなさいよというふうに配列のデータと同じような形の扱いになっています。なので、論文でマイクロアレイをやった場合はほとんどその生データがですね、こういう、まあ、GEO とかあとアレイエクスプレスですね、ヨーロッパの方ですとかに、まあ、どこかに必ずあるような形になってますので、そのある例えば自分の研究テーマに近いような実験をしているものは多分きっとあります。メジャーなものであれば。なのでそういった時にそのデータセットで見た時に自分の興味のある遺伝子はじゃあどうなのかなっていうのが簡単に調べられるわけです。で、じゃあこれもですね、早速、その GEO を開いてからですね、進めていきたいと思います。で、ここに書いてあるですね、 URL のところに移動します。そうすると、GEO はこういうインターフェースになっています。で、これもですね、簡単で、このジーンプロファイルというところに自分の検索したい遺伝子名を入力しますと書かれています。ジーンプロファイルズ、ここですね、この真ん中あたりにジーンプロファイルズというところがありますので、この検索窓に、自分の調べたいものを入れます。で、今回は例としてですね、ここに書いてある通りでナノオグですね、ES 細胞とか iPS 細胞で有名なナノオグという遺伝子がありますけれども、じゃあこれを調べてみましょうということで例題にしてみたいと思います。なのでここに NANOG ということで NANOG と打って検索をします。そうするとですね、NCBI のインターフェースなんで、皆さんこう見たことがあるような形で、パブメドに非常に似てるような形で出てくるんですけれども、まあ、こんな感じで出てきます。で、ちょっとこちらの方に、まあ、こんなグラフが右側に出てくるこういうような検索結果ですね。で、それぞれここが出るのはですね、マイクロアレイのデータセットですね、ある一群の一塊のある人たちが出したデータの一塊の、こういうエントリーの番号が出てきます。
それでですね、一番この先頭のやつを使ってみましょう。それでは。で、このデータはどういうものかっていうとですね、大体この辺に概要が書かれています。で、エクスペリメントって書いてあるんですけれども、まあ、こんなふうに書いてあります。HDAC1 っていうですね、ヒストン脱アセチル化酵素を欠損させた ES 細胞で取られたデータのようなことが書いてあります。なのでちょっとまあこの辺が興味深いなというふうに、自分に近いテーマだなということをこの中で見つけたとしたらですね、これをどうやって見るかというやり方をやっていきます。でそしたらこちらのですね、グラフをクリックできるのでクリックしてみます。ですね、今5番ですね、検索結果の右端の画像をクリックするとというところです。今でこれからじゃあ6番です。で6番としては、ディスプレイバリューズをクリックするというふうに書かれていますが、ディスプレイバリューズというのはここのことです。だいたい真ん中ぐらいにディスプレイバリューズというのがありますので、こちらをクリックすると、まあ、こんなふうにですね、発現の値ですね。でこの場合も、ハミドリックスのマイクロアレイなので、ジーンチップですので、発現の絶対量が出ています。この値がそうです。5400とか5500とか、こっち1万とかですよね。でこれが実際の、各サンプルのこの名前ですね、 GSM。 でそれをグラフにしたのがこの上のグラフです。でこれ実はちょっと気をつけなきゃいけないのは、この一番下がですね、実は0ではないということに気をつけてください。これ一番下が5000なので、ちょびちょびちょびっとしか出てないんですけども、本当はもうちょっとこうバーが0から書くとバーが高いんですけれども、まあこういうふうになっています。で、このデータの場合はですね、このデータセットですね、ごめんなさい、データセットは、こういう6枚のマイクロアレイからなっているデータセットだというのがここで分かります。サンプルズというふうに書かれています。でそれぞれがどういう内訳かというのがこちらにこう書かれているわけです。でそして見てみるとですね、上3つは、ワイルドタイプの ES 細胞のそれぞれが、バイオロジカルレプリケーションが取られている、1、2、3つそれぞれ違うサンプルで取られていると。それでですね、下の3つに関しては、この HDAC1 というものをノックアウトした ES 細胞をそれぞれ別サンプルで3つ用意されているという実験であることがここで分かります。でこれが分かったらばですね、上に戻ってこのデータを見てみるとですね、まあ、どういうことが分かるかというと、ワイルドタイプの ES 細胞と、まあ、当然 HDAC1 をノックアウトしたものと比較しているわけなんですけれども、そうすると HDAC1 をノックアウトしたものに関しては、ワイルドタイプに比べておよそ2倍ぐらい発現が増加しているということが簡単にここから、見て取れます。でこの、まあ、それぞれ、サンプルがあるので、いずれかをこうクリックしますと、もうちょっとですね、詳細な画面が出てきまして、こういう画面ですね。でこれはですね、サンプルというのは、1枚のマイクロアレイの今回の実験は、6枚のですね、G チップマイクロアレイを使って1つの実験というふうにデザインをされているわけです。その辺は大丈夫ですよね。そういう形になっていますの で今それはこれはこの1枚のマイクロアレイについて、の情報ですね。例えばもっと細かくですね、どうやって例えば細胞を増殖させたのかとか、どうやって RNA を取ったのかとか、非常に細かいですね、どういう方法でラベリングしているのかとか、ラベリングのプロトコルはどういうふうにやっているのかとかっていうような、アノテーションですね、が付けられているわけです。この辺の話は昨日中村さんがやられた次世代の話でもこの辺の話が出てきたと思うんですけども、基本的には同じですね、どうやって実験をしてどうやって取ったんだっていうところが結構重要になってきますので、その辺の細かい情報が書かれているわけです。でもうちょっとですね、この下の方に行くとシリーズというのがあります。でこのシリーズというのが、この今回の実験に関しては6枚のマイクロアレイを1つの実験としてデザインしているわけなので、その6枚を1つのシリーズとして、
1軍のデータとして、規定しているわけです。なのでこっちの今度はじゃあ GSE の5583というふうにこちらに行くとですね、今度はこういう画面が開きまして、まあ、先ほどの1枚1枚に関してはどういう実験をしたかなっていうのは細かく書いてあるんですけれども、このシリーズの方に関してはもっとその大きなですね、このデータセットとしての説明ですね。まずどういうその実験を目的としてや、まあ、サマリー、どういうことを調べたいからこういう実験をしましたということが書いてあったり、あと実験全体のデザインがここに書かれていたりというような形になっていたり、あと例えばオーサーの名前がここに書いてあったり、あとはこの実験データセットを使って例えば論文が出ている場合にはこのサイテーションというところに書かれますの でこの、オーサーの人たちは、2006年に、こういう論文をこのデータセットを使って出しましたよというのが書かれています。で、下の方に行くと、サンプルズというのがありますけれども、ここを押すと先ほどのこの6サンプルに関してこういうふうに出てきます。それでですね、今シリーズの方に、飛んできたんですけれども、でこのじゃあデータセットがですね、なんかこうもうちょっと使えそうだなと、自分でも何かこうもう少し解析をしてみたいっていう場合は、例えばここから生データを取ってきてこの後の講習でですね、例えば R とかR バイオコンダクターを使ってこう自分でこうデータをいじってみたいなんて場合は、実はここからですね、簡単に生データが取ることができます。でそれはですね、これですね、サプリメンタリーファイルということで、GSE5583RAW.TAR と書いてありますけど、これが生データです。アフィメトリックスのジーンチップの場合は、セルファイルというファイルができてて、ほやほやのファイルなんですけれども、そのファイルが全てこの今回の関しては6枚のデータごめんなさい、マイクロアレイのデータの生データがここからダウンロードすることができます。でこれは本当に生データなので、自分で例えば正規化ですとかをしなきゃいけないんですけれども、ちょっとそれは無理だと、ちょっと難しくて、例えばまあ Excel でざーっと見たい、まあ、それもちょっと大変なんですけれども、まあ、一応 Excel でもいいから見たいという場合はですね、すでに正規化済みのこの人たちが正規化した方法で、まとめたファイルがですね、ここのシリーズマトリックスファイルという、これはですね、テキストファイルになってますので、まあ、テキストエディターですとか Excel で、読むことができます。と、次はですね、実習の3番としてですね、まあ、今度この GO を使うんですけれども、この GO にですね、データセットブラウザーという仕組みがありまして、これがもう少し突っ込んでですね、例えば T 検定をしたりですとか、ヒートマップを書いたりですとか、ちょっとしたこう統計計算などをこうクリックしながらできるという便利なツールですので、こちらを使ってですね、このマイクロアレのデータを解析してみようという、実習になっています。もう少しこうモチベーションとしてはこう突っ込んだ形で解析をしたいという場合はこちらが最適だと思います。それではですね、さっきのナノグのデータを実は使おうと思うので、また同じようにですね、ナノグで検索をしていただいてですね、この画面ありますね、検索結果の画面がありますけれども、こちらまで戻ってください。で戻るのがめんどくさい方はですね、このアクセッション番号をクリックするとというところがありますので、こちらをですね、開いていただくと、実は一発でここに飛びます。で、この画面に戻られた方はですね、ここの先頭の GDS2294 レコードというふうに書かれてますけども、ここをですね、開いてください。まあ、そうするとですね、こんな、データセットブラウザというふうに書かれた画面がここに出てきていると思いますけれども、これが、その解析ツールです。
ちょっと今までのとですね、またちょっと違うんですけれども、また順を追ってやっていきますと、これからじゃあ6番を取ります。で6番はですね、エクスプレッションプロファイルズをクリックすると、どうなるかということですけれども、ここはですね、この実験データセットにおける個々の遺伝子発現状況を検索できるというふうになっています。これはさっきのと何が違うんだというところなんですけれども、さっきは例えばナログで検索すると、その GO に収められている全てのマイクロアールのデータに関してナログで検索をしているんですけれども、今回のこの画面っていうのは、このデータセット GDS の2294というものの中だけで、遺伝子名を検索することができるというふうになっています。で、7番ですね、検索窓に表示されているアクセッション番号の後に続けて遺伝子名を追加というふうに書いてあります。なのでえ今多分この GDS2294 の括弧 ACCA のパコトリっていうのが出てるんですけども、この後、ここのことです。ここにですね、例えばさっきはナノグって検索しましたけれども、ナノグだとさっきのこの見覚えがあるデータが出てきていると思います。で、例えばあとはオクト4ってやると、こういう結果が返ってくる。もう1個しかないように、他のデータのエントリーは全部カットされて、この GDS の2294というものの中で検索ができるというふうになっています。で同じようにですね、オクト4を見てみると、こういう感じになっていてですね、あんまりこう HDAC1 をノックアウトしたからといって大きな影響はそんなに受けて、ナノグほど受けてなさそうだなんていうことが分かれるわけです。で次にですね、この3種類メニューがありますけれども、次データアナリシスツールズというところがありますけれども、こちらをですねクリックすると、ちょっと画面がバーッと下に行ったと思うんですけれども、このことです。データアナリシスツールでいくつかですね、遺伝子を見つけたり、こうサンプルを比較したりですね、ヒートマップを作ったりとかっていうことができます。で実はその先ほどエクスプレッションプロファイルのところから遺伝子を探しに行ったんですけれども、同じことがですねこっちでもできるので、こっちでやった方が実は簡単です。でファインドジーンネームはシンボルっていうところに、例えばオクト4を入れてみる。そうすると、このさっきと同じ画面ですよね。アクセッション番号に続いて遺伝子名を打った、こういう検索画面が出てきます。で、あともう一つ下の方にですね、あるのがですね、今10番。10番ですけれども、ファインドジーン、この2軍間ありますが、今回はノックアウトしたものとワイルドタイプと2つありますけれども、その間でアップダウンしたものっていうのを、探すっていうのがあります。でこちらを GO で押してみるとですね、こういう形でですね、ワイルドタイプ と、実験区で、どっちが上がったとかどっちが下がったを問わずですね、こう激しく変化があったものをですね、上からどんどん取ってきてるんですけれども、こういう感じですね、劇的にこう変化があったようなものが、それぞれ並べられています。で一番トップに出てくるのがですね、これ非常に、うまく実験がいってる証拠だと思うんですけれども、HDAC1 に関しては、当然ワイルドタイプで高いし、ノックアウトした方ではもうほとんどこう
発言をしていないというようなことが分かります。こういう感じですね。かなり微弱なシグナルになってます。で次にですね、11番ですね。11番は、2軍間で発言に差のある遺伝子っていうのを統計学的に検索できるというふうになっています。これはですね、こちらのボタンを押すとですね、画面が切り替わりますので、ここから進めていきますけれども、でまずどういう検定でその優位差を出すかという、問いが問われてますので、この辺のですね、ラジオボタンを押すとですね、まあ、こういういろんな検定の方法があって、まあ、T 検定をこう A 対 B で、両方でやるのか、もしくは例えば A だけで例えば高いとか、もしくは逆で B だけが高いとかっていうのはワンテイルドの T テストっていうのが選べたりします。あと2つはですね、こう T 検定ではなくてこういう発言値でその違いを出したりとか、あとランキング付けを使ってその差を出したりとか、まあ、こういう方法がいろいろ選べます。まあ、今回は一番オーソドックスなこう両方の2テイルド T テストを選択します。でもう一つこちらにあるのは、シグニフィカンスレベルということなので、どこをこう行き来りするかというのが選択、この 0.01 から 0.1 まで、選択が今できるようになっています。なので今回ちょっと 0.01 でやってみます。で次にですね、次のステップとしては、どのサンプルがワイルドタイプなんですか、どのサンプルが実験区ですかっていうのをこちらで指定してあります。でワイルドタイプに当たるのが、この上の3つですね。なのでこういうふうにクリックをしていくとですね、色が変わりますので、これで選択状態になる。で、HDAC1 のノックアウトに関してはこの後ろの3つですので、こちらをこのようにクリックしていくと3対3で、それぞれ A 群と B 群っていうのを選択することができます。で、指定し終わったら OK をします。そうするとこちらの画面にですね、グループの A 群っていうのはこの3つですよ、 B 群っていうのはこの3つですよっていうのが出てきます。でこれが出てきましたら、じゃああとは、これを検索をします。そうすると割と早く、そんなに時間がかからないで検索が入ってきます。でこれがですね、D 検定をしたものなんですけれども、こういう結果が返ってきています。で一番、上位に返ってきたのはですね、残念ながらこうアノテーションがないという非常に残念な感じなんですけど、多分これコントロールとかって書かれているので、そういう系なのかなと思うんですけど、下の方にもうちょっと行くとですね、実際のこういう遺伝子が出てきます。KLF4 ってちょっと有名になりました、iPS 細胞に、iPS 誘導をするための山中ファクターの一つですね、 KLF4、 こういうのが、この T 検定をするとかなり上位にこう出てくると。でこれも多分HDAC1 をノックアウトすると高くなっているので、まあ、その辺のヒストンの脱アセチル化などにかなり制御されている遺伝子だってことがちょっと類推できるわけです。で次はですね、12番ですね、クラスターヒートマップスというこの3番目、上から3番目のところをクリックしまして、よく有名なこういう絵ありますよね、マイクロアレイの、論文とかでこういう赤とか緑の絵を見たことがあると思うんですけども、これを自動で作ってくれるという便利なやつです。でまずですね、階層的クラスタリング、階層的な、クラスタリング、グループ分けと、あとはそうじゃない、非階層的なものと、あとは、最後、この3つ目はですね、これは K-means っていう方法で、これちょっとまた後でやりますけども、一番下はですね、染色体の位置で、それぞれ
クラスター分けをするっていう方法の3つが用意されています。で、階層的クラスタリングはですね、まさにこれです。こういうグループごとにこう並べ近くに並べてあげるというやつですね。で、その近さっていうのをどうやって決めるかなんていうのがですね、いろんなその計算式等々があるんですけれども、まあ有名なやつが3つぐらいありまして、これらが選択できると。で、それぞれこのリンケージっていうのは、そのなんていうんですかね、類縁関係をどうやって定義するかっていう方法がここに、今回これも3つぐらい載ってます。で、こうやってみるとですね、まあ、こういう感じで出てくるわけです。で、この辺の色とかもですね、変えられますので、高く発言しているのを例えば黄色にして、低く発言しているのをブルーとかっていうにして、やってみたいですと、もうこんな風になります。で、そうやって見てみると、例えばこの辺の一部っていうのを、で、これをですね、実はクリックしながら動かせます。で、この辺の一群っていうのがこうすごく顕著に変わってるクラスターだっていうことがこう、目で見て分かるんです。一個一個その発言の量を追っかけていくと、なかなかこういうのって見つけられにくいんですけど、こういうクラスタリングでグループ分けをすると、発言のパターンが似てるものをこうやって取ってくれるので、この辺の一群の遺伝子っていうのは非常になんか怪しいのかなということが考えられるわけです。あとですね、クラスタリングの方法もこの辺で変えられたりとかしますので、まあ、それぞれいろんな方法、メリット、デメリットがあってですね、あるので、その解析に適した方法でやっていただくというふうにちょっと説明するしかないんですけれども、この辺はちょっとどういう原理なのかなっていうのは、物の本に書いてありますので、ちょっと割愛させていただきます。でも見た目がこのようにですね、変わっているのは皆さんのお手元でもわかると思います。で、例えばさっきこの辺がですね、怪しいようなって話をしたんですけども、ここを囲ってあげるとですね、ここの囲った部分に関して、こういうですね、ゲットセレクテッドデータということで、その辺がどういう遺伝子なのかなっていうのを、ここからこういうふうにテキストとしてですね、ダウンロードすることができます。スタックセレクションっていうところをやると、もう少しこうドアップに、例えば、今これ階層的クラスタリングなんですけれども、2番目にあるやつは非階層的なクラスタリングで、K-means っていう方法がありますけれども、これはグループをこう、この場合はですね、2から15個にグループをこう強制的にというか、無理やりというか、うまく、グループ分けをしてくれるものですので、例えば、このまま初期の設定までやってみますけれども、こういうふうにすると、今回は4群に分けてくださいよというふうに書かれていましたけれども、こんな感じでですね、4群間に分けています。で、この辺の2つっていうのはそんなにこうあんまり相関がない、実験区と対象区であんまりこう相関がないんですけども、この2つに関してはそれぞれこうあれですよね、こっちは、赤はですね、発言が高いんで、こっちがワイルドタイプで高くてノックアウトすると下がるというふうに、この辺のグループが
割りができています。でこっちは逆で、ノックアウトした方は低いんだけれども、あ、ごめんなさい、ワイルドタイプは低いんだけれども、ノックアウトすると発言が上がるようなものっていう形で、こういう二軍間のデータの場合は多分なんかこっちの方、階層的クラスタリングよりもおそらくこっちの方がグループ分けはしやすいと思います。これもちょっと少し条件を変えてみて、例えばもうちょっと増やしてみるとどうなるかとか、こうするともうちょっとノイズが減ったな、さっきの4分に分けるよりもこうノイズが減った感じがします。でこういうことができます。でクロモゾームはあんまりこういう今回のこういう HDAC1 をノックアウトするとかっていう実験の場合はそんなに影響はないような気はするんですけれども、なんかこう染色体レベルでこう変化が起きているようなマイクロアレのデータ、そういうものを見ているマイクロアレのデータだったりする場合はこういう位置の情報でグループ分けをしたものを見てやるというのも面白いと思います。で最後にですね、13番なんですけれども、これはあんまりその解析というかですね、実際にこのデータが使えるかどうかを調べるものです。エクスペリメントデザインとバリューディストリビューションって書いてあるんですけれども、これちゃんとそのマイクロアレイの実験データがこう正しく取れているかっていうのを少しこう解析してくれているもので、これ発言の分布をそれぞれ示しています。でこれが例えばですね、極端にあるサンプルだけこうこの山がですね、箱ひげとかこれ言いますけど、これが例えば短かったりとかひげがすごい長いとかっていうのがあると、ちょっと実験自体がもしかしたらうまくいってない可能性があるっていうふうに判断をします。この絵をですねクリックするとまたこんなふうになってですね、それぞれをクリックすると、こういう発言量の分布がですね、それぞれのサンプルごとにこんな風に見えるわけです。で、この山の形がですね、変な風に例えばへっこんでるとか、全然ピークが高くないとかっていうのがあると、当然この箱ひげ図も変わりますし、このディストリビューションも変わってくるというので、もしその自分のデータとして参考にして使いたい場合は、やはりたくさん、きちんとデータが取れてる、きちんとしたデータを使いたいわけなので、この辺のクオリティチェックというか、しっかりしたデータなのかっていうのを確認する必要もあります。で中にはですね、このアノテーションが実は間違ってるとかっていうのが実際にあるので、本当は例えばワイルドタイプのはずなのに、実験区ですよみたいなのが書いてあったりするので、この辺もちょっとですね、パブリックなデータを使うときは少し気をつけてください。GO のデータセットブラウザに関しては大体こういうような感じで使うことができますけれども、何かご質問等ありますでしょうか。ちょっと巻き足できちゃったんですけれども、これらに関しても実は統合 TV が作ってありますので、ちょっとこちらをですね、よく分かんなかったという方はまたでも使ってみたいという方はこちら見直していただければおそらく使えるようになると思います。この実習の4に関しては、先ほど生データをダウンロードしたりとかっていうのはどうやってやるんだみたいなのをちょっと先ほど喋ったので、この辺はそれと同じ話ですので、実習4は飛ばします。それでですね、例えば、今ウェブ上で全てこう自分公共のマイクロアレのデータをですね、こういろいろいじったんですけれども、でもうちょっと例えばもっと突っ込んでいったときに、じゃあそのデータがどういう、そのデータからどういうことがこう読み取れて、どういうバイオロジカルなことが言えるのかというのが、マイクロアレの実験で、どの実験が必要なんですけれども、特にそのマイクロアレの実験では求められるところなんですけれども、最後はやっぱり人が見てですね、自分がどういうふうにそこのデータから物事を読み取るかというのが大事なんですけれども、先ほどの岡本さんの話にもあったとおり、やっぱ可視化をしてですね、人間がよく分かるような形をしてにしてから、
何かを言うということが必要なんですけれども、その準備がですね、ここで書かれているわけです。でこれは今回ちょっと喋るだけにしますけれども、このバイオマートっていう仕組みがありまして、これはですね、何かというと、そのクリックをしていくだけで自分の欲しいデータが手に入るというふうにちょっと簡単に書いてあるんですけれども、でまさにまあこういう形でですね、例えば自分のマイクロアレイのデータがあったりとか、パブリックなマイクロアレイのデータがあったときに、それに対応した例えば遺伝子の名前を知りたいとかっていう場合にも、こういうことが実はできてですね、実習に書いてあるのはですね、このバイオマートっていうのを使ってマイクロアレイデータ、例えば ID にそれぞれなんか対応した、例えばレフセックっていうあの配列の参照データベースがありますけども、そういうそれの ID とあと遺伝子名を紐付けして取ってくるとか、そういうことが割と簡単にできるものです。で今回ここで紹介しているのは GO っていうあの遺伝子のその機能の記述の語彙集がありますけれども、それのタームのリストを取ってくるというようなことをここで、実習で書いてるんですけれども、まあ、これを例えばマイクロアレア ID に対応した例えばレフセックのリストを取得するっていうふうに読み替えていただいても十分同じことができます。またはマイクロアレアデータの ID に対応した遺伝子名のリストを取得するのかっていうふうに読み替えていただいても構わないです。これもですね、非常に便利ですので、ぜひ使ってみてください。それでですね、ちょっと今回やりたいのはですね、グループ分けの方をちょっとやってみたいと思います。で、マイクロアレイデータの最終的な、使い方としてはですね、やはりこの生物学的な解釈をしなきゃいけないというところだと思いますので、その一つの方法としてですね、発現変動のあった遺伝子をこう取ってきて、それらがどういう、生物学的な機能に関与している遺伝子なのかっていうのをもう自動でグループ分けをしてくれるツールっていうのがありますので、それの紹介をしたいと思います。でその一つとしてこの DAVID と呼びますけれども、 DAVID というツールが、かなり簡単でですね、使うことができます。でここに書いてある通りで、今までいろいろやってきたそのマイクロアレイの結果の解析っていうのは、あくまでその数字の上の話、統計解析であってですね、それらの遺伝子が生物学的にじゃあどういうふうに意味があって発現が上がったのかとか下がったのかっていうのは分からないので、それをですね、なんとかこう生物学的な解釈をしようというために、何をしているかというとですね、このデイビッドの場合は、ジーンオントロジーの用語をですね、それぞれの ID に自動で付加してくれるという便利なサイトですので、この付与された ID をそれぞれまたグループ分けをしてですね、生物学的な解釈ができるようにするという、補助的なツールです。これも東方テレビありますので、何かの際には見てください。では早速ですね、ちょっと駆け足なんですけれどもやっていきます。で例えば、途中はしょりますけれども、何かそのマイクロアレのデータを自分で実験したり、あとパブリックなデータから取ってきたりして、でかつですね、その例えば発現変動のあったもの上位500個のリストをじゃあ自分が既に持ってると、その500個がじゃあ何に関係しているのかを知りたいというモチベーションがあったとして話を進めていきます。で、今回の例はですね、こういうパブリックなデータでですね、脂肪細胞分化、人のデータなんですけども、人の脂肪細胞の分化過程で発現が増加した、上位500個の遺伝子群のリストを持っているということで話を進めていきますけれども、でこれクリックするとですね、こんなようなこういう ID ってこういう ID のリストですね、こういうマイクロアレイの全部これ ID です。でこれがですね、先ほど述べた脂肪細胞の分化過程で、発現が上昇した500個の遺伝子の ID です。でこういうのさえ持っていればですね、これがじゃあこのままだとこれらがどういう機能に関与しているのかっていうのは全くわからないわけなんですけれども、これがじゃあどういう機能に関係しているのかっていうのを調べたいと思います。で、デイビッドですね、これですね、こっちのページをですね、開いていただいて、
デイビッドで検索、Google 検索してもですね、一番上におそらくウェブ全体からやれば出てきます。こういうページです。で、こういうページがありますので、ですね、このプロトコルにのっとっていくと、スタートアナリシスとなんですよね。こちらにスタートアナリシスというのがありますので、こちらをクリックします。でそうするとですね、この左側にですね、あのアップロード人員リストというのがありますので、ここにですね、あの自分のリストをですね、入れるわけです。ですので、先ほどですね、開いた、ここを右クリックして開いたこの500個ですね、これをですね、 ID があってよかったかな、これをですね、ごめんなさい、ちょっとこれをコピーしてですね、もしかしたら先頭の行があるとダメかもしれないんですけど、ちょっと試しにやってみます。で、ここにここの穴にですね、貼り付けます。でそうしましたら、次にじゃあこの ID は何の、ID なんですかっていうのが聞かれているので、これはアヒメトリックスの3プライム IVT のマイクラーレですので、これをこのまま選択します。でステップ3としてリストのタイプとしてですね、遺伝子の、実際の遺伝子のリストなのか、なんかバックグラウンドの全体のバックグラウンドとして使う、ID なのかって言われているので、今回はもうこっちですね、遺伝子のリストです。でこれをサブミットします。そうすると、あ、先頭の行入っても大丈夫ですね。人のデータで今回、500個ですね、投げましたけれども、そのうちの497個はあと無事にこうアサインされたことが分かります。あと4つに関しては、あの分からない、うまくこう適合できなかったデータ、あの1行、あの先頭の行があるので3つぐらいは、ちょっと落ちちゃってるんですけれども、まあ、およそ500個ですねが、あと人のデータに、うまくマッチしたよっていうふうに言われているので、じゃあこれを、ユーズというのを使います。で、じゃあこれを押したらですね、あとはですね、このもうステップ2ですね、実際に、解析の結果を見ていきます。で、解析の結果を見る場合は、このファンクショナルアノテーションツールという、でこの辺をクリックするとですね、結果が返ってきます。で、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、この下の方にですね、これらの結果をこうまとめて、見れる結果が見れますので、この辺を押していくとですね、ちょっとこれも皆さんでやってると重くなってるのかもしれないんですけど、あ、これはこっちよりも、今こっちを押したらいいよっていう話をちょっとしちゃったんですけれども、こっちだとですね、これどういう結果が返ってきてるかっていうと、ここにですね、あのこういういろんなカテゴリーに分かれてますけれども、例えばまあ疾患のデータベースですとか、あの MIM っていうあの疾患の NCBI が出してるデータベースがありますけれども、そういうディジーズですとか、あとファンクショナルカテゴリーですとか、あと再三出てきてるこのジーンオントロジーにアサインした場合はどうなのかとかっていうふうに、いろんなこうデータに横断検索、これも横断検索をしている形になるので、実はこれをですねまとめちゃうとよく分からなくなるので、おすすめとしては、まあ、まずあのこのジーンオントロジーで見てやるのが一番そのデータの特性が分かりやすい、その遺伝子単位で見た時に分かりやすいのかなと思います。あともし例えばまあ病気のデータだったりした場合は、こちらの方が少し特化してていいのかもしれないんですけれども、
一般的にはこちらをよく使います。でこの場合ですね、例えば、ジーンオントロジーっていうのはバイオロジカルプロセス、ここで BP という表現されていますけれども、バイオロジカルプロセスとセルラーコンポーネントとあと、モレキュラーファンクションという3種類で全て記述をされていますので、それぞれについてこう見ることができます。でバイオロジカルプロセスは、読んで字のごとくなんで、生物学的な機能ですねのどの部分に関与している遺伝子なのかっていうのが、見ることができてですね、こういう感じで見ることができて、これ P バリューが小さいものの順で今相当されているので、こういうふうな結果を見れます。そうするとですね、一番先頭がファッティアシッドメタボリックプロセスということで、今回のサンプルのデータっていうのは脂肪細胞分解ですね、油を貯めたり油を代謝したりするっていう、その過程、脂肪細胞が分化するってことは油がこう溜まって脂肪細胞の大きさが大きくなる過程なんですけれども、その過程で上昇した500個の遺伝子をこうやって投げたわけなんですけれども、そうするとやはりその脂肪酸の代謝に関係している遺伝子っていうのが優位にかなり含まれていると。で数としては500個のうち30個に当たるんですけれども、それがこの辺に関与していると。あともうちょっと下の方を見ていくとですね、これ全部の実は階層でちょっと見れちゃってるんで、こういう大きな概念の言葉もあるんですけれども、例えばレギュレーションオブリピットメタボリックプロセスとか出ています。もう少しですね、この階層を細かく見たいなんて場合はですね、このバイオロジカルプロセスがこれ実は階層的にこうなってるので、確か5万とかが一番細かいのかな。この辺ですね。こうするとかなりこう突っ込んだターミノが返ってきます。カルボキシリックアシッドメタボリックプロセスとかファッティアシッドとかポジティブレギュレーションオブリピッドネララとか、割と大きな概念の言葉は全部こう走られて、かなりこの細かいところの言葉が出てきます。でこう見てみると、例えばブラウンファットセルディファレンシエーションとかそういうのが出てきたりします。というので、今回はかなり答えが分かっているデータなんですけれども、脂肪細胞の分化の時にはやはりこのような脂肪細胞としての機能に関係したものっていうのがかなりこう上がるっていうのが分かるわけです。ちょっとですね、お手元でいろいろやっていただくとですね、いろいろなことが分かると思うんですけれども、例えば、セルラーコンポーネントで見てみたりすると、セルラーコンポーネントは多分そんなに面白くないというか、あんまりこう特徴が出ない。今回例えばあんまりこうね、細胞内の食材が何か影響するようなデータではあんまりないので、そんなにこう、あ、これが脂肪細胞のデータだよねっていうふうに分かるものではないので、あんまり面白くないんですけど、そういう実験の場合、どっかこう核の転移が起きるとか極材が変わるとかっていうデータの場合は、セルラーコンポーネントで見てみると一番最適かもしれません。あと実際に今度はモレキュラーのファンクションが何か変わるかどうかっていうのを見てる場合は、こちらでやると、そうするとでもですね、この辺見ると、脂質代謝系のこのモレキュラーの話で見てみると、大体そんなにおかしくないようなものがこう出てきてますよね。リパーゼの活性ですとか、トリアシルグリセロールリパーゼアクティビティとか、こんな風にですね、データの解釈ができるわけです。でこのジーンオントロジーで大体特徴はつかめるんですけれども、もうちょっと突っ込んだこう例えば疾患のデータベースで見てみたらどうなのかとか、
なんとなく、なんとなくそれっぽいのがこうアサインされてるなぁというのが分かりますけれどもね。まあいろいろちょっと試してみてください。多分一番なんかこう特徴が出やすいのが、まあ、私の直感ですけれども、直感というか経験から言うとジーンオントロジーが一番こう特徴をクリアに切り出してくれてるかなっていうのがありますけれども、 その、まあ、それはデータにかなり依存するところでもありますので、まあ、自分の詳しい分野のデータをこうやってサンプルとしてこう投げてみて、どういうところで検索をしてみるのが一番いいのかどうかっていうのを調べてみると、一番それが一番ベストかなと思います。バスウェイとかもありますね。結局バスウェイ、バスウェイでやると、かなり結局バスウェイいいですね。ですね、一番上に出てきたのが PPAR シグナリングパスウェイって言ってですね、脂肪細胞の分化にこの PPAR っていうこの核内転写因子がかなり、クリティカルな役割を果たしているので、まあ、これもあながち間違いじゃないかと。あとファッティアシッドのメタボリズムに関するパスウェイもかなりこの中で上がってきてるよ、まあ、インスリンなんかもね、脂肪脂油の代謝に関係してますけれども、っていうようなのが分かる。これはかなりパスウェイに特化した、分類ですね。というようなですね、内容でした。あとですね、まあこの辺あるんですけども、この辺はちょっと各自でやっていただく形で、まあ、こういう感じでですね、基本的に今もう皆さんのパソコンで、ウェブブラウザ上でこうカチカチやりながらマイクラレのデータを見たりとか、少し突っ込んで解析をしたりとか、あともう少し突っ込んで例えば生物学的な解釈をしたりとかっていうような、環境は、次世代シーケンサーのものに比べたらはるかに整っていますので、この辺まずですね使い倒していただいて、いろいろ皆さんの研究に役立てていただければと思います。で、次のフェーズとしておそらくその次世代のシーケンサーとかをじゃあやってみようというような話になってくると思うので、この辺をですねうまく使っていただいて、研究に役立てていただければと思います。